どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのヒルトンアメックスクレジットカードなんですけども、本日はですねこちらの新規入会キャンペーンがパワーアップしましたので、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、まあ、アメリカンエクスプレスのね新規入会キャンペーンパワーアップということで、新規入会していただいた後にですね決済額を積み上げるとですね、通常よりね多くねポイントがもらえるキャンペーンっていう風になっておりますんで、まあ、これからですね大きめの決済ね控えている方はですね結構ねいいのではないのかなと思います。またねヒルトンアメックスね発行検討されてた方、またねヒルトンホテルね結構これから利用予定あるっていう方はですね結構いいのではないのかなと思います。でですね、ヒルトンのステータスマッチありますよね。私の動画でもちょっと前に出しましたけれども、ヒルトンのステータスマッチをね利用されている方、現在進行形で利用されている方はですね、このヒルトンアメックスっていうのは発行していただくねゴールドステータスになってしまいますんで、ここでねちょっと不具合みたいな感じで、このステータスマッチっていうのはゴールドステータス以上だと基本的に利用できない制度なんですよね。ですのでヒルトンアメックスね発行してしまうとですねゴールドになる部分もあるんで、ちょっとね微妙な感じがいたしますので、現在進行形でヒルトンステータスマッチね利用されている方は、このステータスマッチ自体のね宿泊をですね終わってからね発行ね検討していただければなと思います。今回のキャンペーンですね、来年の1月の末ぐらいまでねやっておりますので、ひとまずですねヒルトンステータスマッチをね利用されている方はですね、ステータスマッチ完了した後にねこちらね発行検討していただければなと思います。それでは詳細ですね、ヒルトンアメックス一般カードの方からですね、新規入会後3ヶ月以内に30万円の利用していただくと1万ポイント、50万円利用していただくと2万5000ポイント、75万円以上利用していただくと 2万ポイント、またね75万円の通常利用分を入れて1万5000ポイント、合計7万ポイントっていう風になります。またねヒルトンアメックスプレミアムカードですね、新規入会後3ヶ月以内に30万円利用していただくと3万ポイント、125万円利用していただくと27,500ポイント、175万円以上利用していただくと3万ポイント、またね175万円の通常利用分ですね、こちらが52,500ポイントっていう風になりますんで、合計14万ポイントっていう風になります。いやーね、久しぶりにね大型のキャンペーンが来たななんていう風に思うんですけども、今までのキャンペーンと今回のキャンペーンね、まあ、どんな感じかっていう話なんですけども、ヒルトンアメックスクレジットカード発行されたね最初の方に来たキャンペーンだと150万円決済で16万ポイントだったんですよね、っていうキャンペーンがね発行当初にねありました。で今年の頭ぐらいにあったのが最大8万ポイントプラス無料宿泊券2枚っていうね、こちら Be My Voucher っていうねヒルトンホテルブランドだけ飛ばれるね宿泊券2枚もらえるねキャンペーンがあったんですけども、まあ、こちらが結構ね衝撃的なキャンペーンだったんですよね。まあ、8万ポイントプラス無料宿泊券2枚みたいな感じだったんで、めちゃめちゃいいじゃないですかっていうキャンペーンがありましたので、まあそれに比べるとですねちょっと弱いかななんていうふうに思うんですけども、まあでも一般カードでもね7万ポイントもらえますし、まあプレミアムカードだとね14万ポイントもらえるっていうふうになりますんで、まあ今回ね、まあ、そこまで悪くないかななんていうふうには思うんですけども、まあ前回のねキャンペーンが衝撃的でしたので、まあ今後ねこれを期待するっていうのもね一つの手かもしれないんですけども、ここはねもう終わってしまったキャンペーンですので、また来るかってやれるとちょっと分かんないんでね、ここはねお好みで判断していただければなと思うんですけども、まあプレミアムカードであればですね14万ポイントっていう風になりますんで、この前ね7月にモルディブ行きましたけども、あそこのヒルトンとかもね一泊宿泊できますし、まあ国内だとロッキョートとかもね利用できますし、ハワイのねエンバシーであればあそこね通常期は7万なんで2泊ね宿泊することもできるっていう風になりますんで、まあこういった感じでね、まあ利用しようと思えばね結構いろんなホテルで利用できるかななんていう風に思いますので、ぜひね検討していただければなと思います。それでは次にですね、今回ねヒルトンアメックス一般カードとヒルトンアメックスプレミアムカードね2つ、新規入会キャンペーン来ておりますので、一応ね基本スペックねおさらいやっていきたいなと思います。ちょっとねフォライに出しておきますけども、ヒルトンアメックス一般カードとヒルトンアメックスプレミアムカードですね、年会費が一般カードの方が 16,500円税込み、プレミアムカードの方が 66,000円税込みっていった形になります。でどちらもね家族カードね1枚無料になっておりまして、プレミアムカードの方
方はね3枚まで無料っていう風になります。で還元率なんですけども、大きく変わるのはね、まずここですね。一般カードの方は100円につき2ポイント、プレミアムカードの方は100円につき3ポイントがね、貯まる仕様っていう風になっておりまして、ヒルトンホテルで利用していただくと、一般カードの方は3ポイント、プレミアムカードの方は7ポイント貯まるっていう風になりますんで、ヒルトンホテルをね、よく利用されるっていう方はですね、もうこちら一択になるかなっていう風に思います。で、貯まるポイントはヒルトンポイント。で、マイル交換レートに関してなんですけども、ヒルトンのね、ホテルポイントっていうのは基本的にマイレージには交換することができるんですけども、非常にレートがよくありませんので、基本的にはヒルトンホテルのポイントっていうのは宿泊で利用していただくのがねおすすめっていった形になります。でポイントの有効期限は基本的に2年間で都度延長っていった形になります。都度延長になりますんで、ヒルトンアメックスをね普通に利用していただいている分にはですね、まあ、ポイントの執行はね気にしなくていいのかなと思います。でホテルステータスですね、どちらのクレジットカードも発行していただくだけでヒルトンゴールドステータスになります。で年間のね利用額の特典なんですけども、まず一般カードはですね、年間150万円利用していただくと無料宿泊特典がねウィークエンド限定でもらうことができます。でプレミアムカードの方はですね、年発行していただくだけでゴールドになれて、また発行していただいて200万円年間使っていただくとダイヤモンドステータスね、ヒルトンの最上級会員になることができます。またですね、年間300万円まで決済額積んでいただくとさらにね無料宿泊特典が1枚もらえます。でプレミアムカードの方はですね、更新していただくだけで無料宿泊特典ね、こちらウィークエンド限定、どちらもねウィークエンド限定なんですけども、1枚もらえるっていう風になりますんで、更新していただいて1枚で年間300万円決済していただくと1枚みたいな感じで、無料宿泊特典ねウィークエンド限定にはなりますけども、2枚ね決済額積める方はねもらえるっていう風になりますんで、ここはね本当に強いですよね。このウィークエンド無料宿泊特典っていうのはスタンダードルーム特典にはなるわけなんですけども、まあ、基本的にね空室さえあればですね、7月のね行きましたよ私モルディブ、あそこのホテルもですね私一泊ねこのウィークエンド無料宿泊特典でね抑えているっていう風になりますんで、うまく使えばですね年会費ねプレミアカード6万6000なんですけども、かなりねお得にね利用することもできるっていった形になりますんで、ここはね本当に強い特典だなと思います。で海外旅行保険等々はですね、両方ともねあるわけなんですけども、プレミアムカードの方が充実してるっていった形になります。またね、手荷物宅配サービスなんですけども、まあ、私はね結構こちら利用させていただいておりまして、海外旅行からの帰りですね、手荷物のね宅配を無料でやっていただくねサービスがあるんですけども、こちらがですね一般カードの方は成田中部関空だけ利用することができます。でプレミアムカードの方は羽田空港も利用することができるっていう風になるんですよね。これねアメックスの中でもこの羽田が対象か対象じゃないかっていうのはカードによってね分かれてるっていう風になりますんで、この点は注意が必要なんですけども、プレミアムカードの方はですねこちらね羽田空港を利用することができるっていう風になりますんで、これもねかなりおすすめポイントっていう風になります。ということで今回ですね、ヒルトンアメックスクレジットカードはですね新規入会キャンペーンねパワーアップいたしましたということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、個人的にねどちらがおすすめなのかっていう話なんですけども、年間150万円のね決済でちょっと200万円には届かないですよっていう方は基本的にはですね一般カードの方がねおすすめっていった形になります。やはりねプレミアムカードはですね特典も強いんですけども年会費も高いんですよね。やはりね6万6000するんですよプレミアムカードって。で200万円を決済超えていただける方であればダイヤモンドステータスになれますよね。ダイヤモンドステータスになれて無料宿泊とかねダイヤモンドステータス使ってね利用できるってなればですねプレミアムカードでもねいいのかななんていうふうに思うんですけども、この一般カードであってもですね年会費1万6500円でヒルトンのゴールドステータスになることができますんで、まあ、ヒルトンゴールドステータスになればですね朝食もね利用することもできるっていう風になりますんで、まあ
年間のね決済額によってね選んでいただければなと思います。年間ね150万円ぐらいの決済見込めるのであれば、一般カード200万円以上超えられるっていう方であればですね、プレミアムカードがねいいのではないのかなと思います。まあいずれにしてもですね、ヒルトンホテルね利用される方はですね、ポイントね結構ザクザク溜まっていきますので、かなりねおすすめっていった形になります。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。